カーブドエアは、イングランド出身のプログレッシブロックバンド。1970年代前半に活動し、その後再結成している。女性ボーカリストや、バイオリニストを含む編成が特徴で、後にロキシーミュージックや UK で活動する、エディ・ジョブソン、ポリスのドラマーとして知られる、スチュワート・コープランドも一時在籍していた。フロリアン・ピルキントン・ミクサ、ロブ・マーティン、 王立音楽アカデミーの学生だったフランシス・モンクマンが組んでいたアマチュアバンドに王立音楽大学でバイオリンを学んでいたダリルウェイが加わる。当初はシシファスと名乗っていたがテリー・ライリーの楽曲レインボー・イン・カーブドエアにちなみバンド名をカーブドエアと改名。1970年バンドはガルト・マクダーモットが音楽を手掛けたミュージカル フーザマーダーワズの演奏に参加し、その後、女性歌手のソーニャクリスティーナが加入。彼女は、マクダーモットが以前に手掛けたミュージカル、ヘアーのオリジナルロンドンキャストの一員だった。1970年、カーブドエアーは、イギリスのバンドとしては初めて、ワーナーブラザースレコードとの契約を得る。デビュー前に、ロブが脱退するというトラブルもあったが、11月発表の、 デビュー作、エア・コンディショニングは、前衛8位という成功を収める。同作は、ファーストシングルに選ばれた、今日突然に、いや、ダリルのテクニックを活かしたインストゥルメンタル、ビバルディといった、バンドの代表曲を収録。自作、セカンドアルバムからは、シングル、バックストリート・ラブが前衛4位のヒットとなり、アルバム自体も、前衛11位に達する。収録曲、 言うのは、後に、カテドラルが日本企画のミニアルバム、ホップキンスでカバーした。3作目、ファンタスマゴリア、ある幻想的な風景マイナスは、後に、ソーニャがソロアルバム、ソングズ・フロム・ザ・シッド・フォークでセルフカバーする、フォークナンバー、メリンダーや、フランシスが主導権を握った前衛的な楽曲、前にいるのは誰を含む多彩な内容で、前衛20位に達した。 しかし、同作に伴うツアーの途中で、フランシスが脱退し、後任にカービー・グレゴリーを迎えるが、ダリルとフロリアンも続いて脱退。バンドは、エディ・ジョブソンとジム・ラッセルを迎えて、ツアーの残りを消化する。ダリルは、ジョン・エサリッチやヤン・モズレイと共にダリル・ウェイズ・ウルフを結成。ソーニャとマイク・ウェッジ・ウッドの二人に、前述のツアーの途中で加入した三人を加えた。 新編成でエアカット発表。同作はカーブドエアの作品の中では唯一 CD 化が遅れ、長い間廃盤となっていた。この頃のアウトテイクは後に編集版、ラブチャイルドとしてリリースされる。その後、バンドは一度解散状態となり、エディはブライアン・イーノの公認としてロキシー・ミュージックに加入。ソーニャは再びヘアーに出演した。1974年、 オリジナルメンバーのダリル、フランシス、フロリアンが復帰し、新たにフィルコーンを迎えて、11月からツアーを開始。12月5日のカーディフ公演と6日のブリストル公演での演奏は、BTM レコードから発売されたライブアルバム、ライブに収録された。ソーニャのボーカルはアグレッシブなスタイルに変化しており、バックストリートラブのサビを、 オリジナルバージョンより1オクターブ上で歌う様子が確認できる。その後、ソーニャとダリル以外のメンバーは脱退し、フランシスはフィル・マンザネラ等と共演。バンドはスチュワート・コープランド等を迎えて、ミッドナイト・ワイヤー、エアボーンを発表した後、ダリルが再び脱退。アレックス・リッチマンが加入するが、新たなラインナップでの音源発表はなく、 1976年12月には解散。ソーニャは1980年にソロデビュー。スチュワートはポリスのメンバーとして成功を収める。なお、ソーニャとスチュワートは1982年に結婚。1990年、オリジナルメンバー5人が再び揃い、ライブ活動を行う。9月23日の演奏は2000年に、 アライブ1990として発表された。2007年、カーブドエア再々結成の話が持ち上がるが、当時ソーニャはマスクで活動していたため、一旦延期となる。そして2008年、ソーニャ、ダリル、フロリアンの3人に、アンディ・クリスティ、クリス・ハリスの2人の新メンバーを加えた形で、再々結成。セルフカバーを中心に、新曲2曲も収録した。 スタジオ録音のアルバムとしては32年ぶりの作品リボーンを発表。2009年1月16日17日には初の日本公演をクラブチッタで行う。その後、ダリルが再度の脱退をし、公認に一時的にエディ・ジョブソンが加入してツアーを行うもののエディもすぐに脱退。2009年後半以降はソーニャ、フロリアンの二人の他に、 新規メンバーを入れての6人編成で活動を継続していたが、2017年にフロリアンが降板し、オリジナルメンバーはソーニャだけになる。2021年、創設メンバーフロリアン・ピルキントン・ミクサが死去。2021年5月時点。ありがとうございます。